はい、過去どんのコーナー、演芸好きの皆さん、こんにちは、どんちゃんでございます。今日はね、腰の調子が良くてね、元気でございます。皆さん、過去どん見てる？再生数が伸びてないからぜひチェックしてよ。今のね、どんちゃんと過去のどんちゃん見ることによって、どんちゃんが今こんなにね、普通に話せるようになって、そのストーリーが分かってくるから、はい、というところで今日はなんと、みんな大好き寄せ植えの回でございます。やっと来たね、どんチャンネル寄せ植えね。もうこれがあるからね、どんチャンネル始まったようなもんですよ、ね、まだまだ喋りがむちゃくちゃで緊張しながらね、寄せ植えしてるから、ぜひぜひそちらの方チェックよろしくお願いします。それではね、早速見ていっちゃいましょう。どうも、園芸専門看護師のおへへようこそ。今日は寄せ植えをするために、いろんなお花と、植物含めて買ってきました。まあ、初心者で、いろんな本とか動画を見ながら寄せ植え勉強中ですけれども、まあ、基本的に好きな花を好きなように植えていきたいと思います。それでは早速、紹介していきます。まず最初に紹介するのがこちらです。はい、カルーナブルガリスですね。非常にこの紅葉が綺麗ですね。黄色、なかなかこの色ないと思いますね。まあ、小さな木みたいな植物になります。他にはうちにはピンクとかいろいろあるんですけど、こうやって黄色く紅葉するのは初めて買ってみました。でこれは色の、アクセントとして植えてみたいと思います。はい、次がこちらです。ね、このうさぎのマーク可愛いですね。お花はこんな感じです。はい、でこれ朝焼けのラビリンスっていうビオラの仲間ですね。ビオラは今の季節いっぱい出て、いろんな種類が出てるので、見てて楽しいですよね。これもちょっと植えたいと思います。はい、最後はこちらです。はい、これはネメシアっていう、ネメシアレモンパイっていう植物ですね。はい、このお花特に私大好きで、親しみがあります。これ匂いがすごいいいんですよね。え、お花も可愛くて色もいいですね。で高さもあるので、後ろの方に植えるのにちょうどいいかと思います。それでは寄せ植えをしていきたいと思います。そしたら寄せ植えをやっていきたいと思います。今回植える鉢はこちらですね。この不織布でできた鉢です。これとても水はけが良くて、植物を育てやすいものになります、ね、こんな感じになってます。はい、あとは、土ですね。これ腐葉土と赤玉土と、元肥が入ってます。で一丁前に、土入れスコップ買ってみました。はい、配置としては、高いのを後ろ、低いのを前にしていきたいと思います。まあ、今のところ構成としては、ここに高いネメシア置いて、前にカルーナ、そして、かわいいビオラをこういうふうに、こういう風に置いていきたいと思います。可愛いですね。
はい、そしたら、早速植えていきましょう。じゃあまず、この鉢に、土を入れていきます。これは、水はけがとてもいいので、鉢底石は使いません。というよりは鉢底石が今家にないので入れません。普通の、植木鉢とかだったら、入れた方がいいと思います。土をいじってる時が非常に心が癒されます。看護師してると、いろんなことが、目の前で起こるので、とても辛い時がありますけども、花を見るとですね、本当に癒されます。もちろん辛いことばっかりじゃなくて、楽しいこともいっぱいあるので、それも動画の中でお伝えできたらいいかなと思います。用途混ぜてから入れていきます。しっかりですね、ちょっと鉢が深いので、いっぱい土を入れないといけません、ね、ものすごく楽しいです。今最高です。本当に医療従事者の人には園芸をやってもらいたいですね。ちょっと今寒い時期で、ちょっとお花たちも凍えてますけど、それでもたくましく生きてるので、ものすごく力もらえます。はい、こうやって入れていきます。で、ちょっと高さを合わせてみますね。はい、見えますか？こんな風に砂が入ってます。はい、でちょっと横に置いといて、こちらですね、ネメシア、ポットから出していきます。よいしょ。根っこを崩す崩さない、これが非常に難しくて覚えれません。なので、極力崩さずに、やっていきたいと思います。まずここの上の尖ってるところをちょっと取ります。園芸は本当に奥が深くて、勉強いっぱいしないといけないですけど、その分楽しいですね。でちょっと下、根が回ってるので、ちょっとだけ取ります。ちょっとほぐしてやる感じですね。はい、そしたらちょっと鉢に置いてみよう。こんな感じ、いいですね。これだけで可愛いですね。ちょっと鉢の正面がこっちでしたね。はい、置いてみましょう。こんな感じ、いいですね。はい、土を入れていきたいと思います。隙間ができたらダメらしいので、しっかり入れていきましょう。
隙間を埋めていくイメージですね。はい、そしたら、次に、ビオラですね、こちらのビオラを植えていきたいと思います。はい、こっちに出します。根がびっしり、白い根がびっしり入ってますね。ちょっと型を落として、黄色い葉っぱとかも取っていきましょう。植物は群れがいけないらしいので、しっかり、空気を通すようにして、下の古い葉っぱも取っていきます。結構密集して生えてるので、しっかり取った方が通気性が良くなると思います。で、下の、この白い根っこをちょっとほぐしていきましょう。すごい根が張ってます。これはちょっとちぎりましょうか。はい、ほぐれましたね。はい、こんな感じですね。もういっぱい花がね咲いてるから、葉っぱもびっしり、すごいですね。はい、そしたら、ビオラ置いていきます。植える位置はですね、植える位置はこの前ですね。はい、高さどうですかね。いい感じですね。ちょっと鉢が小さくて密集してますけど、まあそれも可愛いですね。はい、そしたら、最後このここの隙間に、カルーナ植えていきます。こちらです。はい、非常に可愛いですよね。はい、これも同じように型を取って通気性を良くしていきましょう。しっかり取った方がいいらしいです。すごい根っこです、これ。とんでもなく張ってます。根っこは確か強いらしいですけど、確かです。はい、下も根がぐるぐる回ってるので、ちょっとほぐします。で、葉っぱは蒸れてないですね。はい、こんな感じになりました。そしたら、ちょっと古い葉っぱを取って、そしたら前のこのスペースですねに置いていきます。はい、ちょっと混み合って高さが出てないので、ちょっと砂を足します。
植えてる時もこのネメシアの香りが非常にいいですね。気持ちいいですね。最高ですよ。はい、ね、ちょっと高さ出ましたらね。はい、そしたら、ここの隙間にちょっとカルナ置いていきますね。はい、あ、いい感じですね。そしたらちょっとここ隙間が空いてるので、ちょっと最後バランス整えますね。ちょっとビオラを前の方に出して、あ、いいですね、可愛いですね。はい、こんな感じ。ね、じゃちょっと砂をいったら、あ、土をですね、土を入れていきます。しっかり空間ができないように植えていきましょう。トントンしながらですね。はい、こっちも入れていきます。間結構隙間が空くので、しっかり入れていきましょう。いいですかね。はい、間もちゃんと埋まってます。ちょっとトントンとしてあげて、うん、ちょっと中心がずれてしまいましたけど、うん、いいですね。非常に、はい、できました。よいしょ。はい、こちらでーす、ね、この3ポットで初心者で植えて、こんな風に可愛くなります。お花選び非常に迷いました。もうなんかいろいろ考えるとよくわからなくなるので、とりあえずやってみるのが一番いいかと思います。ね、はい、完成です。はい、ということで、完成しました。これかわいいですね。すごい。このように、初心者でも、やってみたら意外と簡単にできるので、これから勉強をいっぱいして、いろんな植物を植えて、皆さんと楽しんでいけたらなと思ってます。チャンネル登録をしていただけると頑張る、エネルギーになるので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。はい、というところで寄せ植えどうだったかな。可愛かったね。もうなんか魂こもってたよね。ほんと。もうなんか一植物入庫みたいな。一植物入庫みたいなね。ちょっと言いづらいけど。純粋に
YouTube ね、何あげていいかわからんちょって探り探りやりながら、植物も楽しみ方もよくわからんなりにやってたよね。初々しい姿を見ると初心に帰るよね。あの頃のね、腰が戻ってきたらなとかね。違う違う、そういうことじゃないね。あれが今ツルツルの腰を想像しながら天に昇る思いでございました。というところでね、過去丼のコーナーできるだけ更新していきますから、ぜひ再生してグッドボタンまで押して帰ってね。というところで、また次の過去丼でお会いしましょう。バイバイ。